すいません。あれ、はい、多分、加山さん、あれじゃないですか、ハローテレパシーが、あの、流行語タイトル。そうなんですよ、そういうのいただいて。これ、すごいっすよね、ほんと、快挙。はい、そのアウトロ、まあ、自分全体だと思ってたんですけど、全体で撮るってあるのかなと思ったら、やっぱりアウトロユーチューバーの流行語大賞だったんですね。はい、で、そのアウトロにもハローテレパシーっていうのがもう自然に伝わって、はい、まあ、共演配信者だけでなく、なんかみんながテレパシーの話をするようになったり、ハローテレパシーといえば、なんか、はい、ハローテレパシーとアウトロユーチューバーが、その言葉を使うようになったみたいな感じで書いてありましたね。はい、確かにそうだなと思って、まあ、そういうふうに思ってたんですけど、感じてたんですけど。うん、うん。はい、あ、はい。そうっすよね。だってこれ、小山さんが流行らせた流行語ですよね、今年の。まあ、自分がっていうか、まあ、スバルさんっていう一番最初に、仕事を、なんかちょっと立ち上げの、YouTube の立ち上げで手伝ってくれた、はい、まあ、一級建築士の人がいるんですけど、その方が、なんか、はい、なんか自分もちょっと言ったの、なんか、ハローテレパシーっていうことを言ってたら、いや、めちゃくちゃいいですよとか言ってくれて、あれをもう連発しましょうみたいな。おー。なんか、はい、自分がなんかノリでハローテレパシーって、ちょっとだけなんか言ってたんですよ。なんか2、3回ぐらいとか自分の配信で。それでそれを見てくれて、もう絶対毎回ハローテレパシーは言ってくださいみたいな感じで、